さんこんばんは、純吉です、今日は7月10日水曜日、時刻は、19時前です。今日はなんとリュウちゃんがもう帰ってきましたので、今お風呂掃除をしてくれております。今日はスピードメニューでちょっと行ってみたいと思います。それでは今日も元気に行ってみよう。はい、こんばんは、純吉です。もう無駄に焦るのはやめました。まず一品目を作っていきたいと思います。きゅうりヘタを落とします。んでおりゃって感じで叩ききゅうりにします。おりゃって感じですね。こうするとあの表面積が増えて味しみが良くなるんですよ。こうして、回しながらザクザクっとして、まあ適当ですよね。食べよい大きさに切って、でここにピーン。なぜこれを先にするかというと、この塩昆布、藤子です。これちょっと置いといたらこれからいい出汁が出るんですよ。藤子入りました。で藤子に、塩麹、これをちょろっとと回しかける。で、こう混ぜ混ぜ混ぜとしておいて、冷蔵庫で休ませてるとこの昆布が花開いてきて、休ませてる間に美味しくなると。これでふわーんと花開いていくんですわ。花開くっちゅうか戻っていく、乾燥した昆布が。で出汁が出るって感じね。一品完成、秒殺。そして二品目は、我が家の麻婆丼を、野菜盛りだくさん麻婆丼でいってみたいと思います。ひき肉が買い置きがある気満々やったんですが、なぜかなくて仕方がないので豚肉をみじん切りにしましたとこういうこともあります。いやちょっとちっちゃい方がね、あの食べやすいかなと思って、あの心配をしたのよでこれ火つけましたね。まずはニンニク生姜をみじん切りにします。焼くの大事ですね。本当はオリーブオイルで炒めてもいいんですけど、ちょっとこの油、豚はたくさん油が出るので、もう豚の油で炒めちゃうことにします。みじん切りはこうしてこんな感じね。こうしてでフライパンが温まったら、ドワーッと入れます。いい香りがしますね。基本的に炒め物は結構強火で、香りを立てて、これちょっとね、まあいいか、今日ちょっと塩分多いから、塩コショウは下味しといてもいいですけど、今日ちょっと塩分多いんで、お豚イン。あ、ほんで生肉を包丁とまな板で切った後は、あの生野菜切る前にしっかり洗っておきましょう。ちょっと菌とかがついたらあかんのでね。だから生野菜先切って肉を後で切るとか、ちょっと順番工夫したりとかね、しましょう。で、次はかぼちゃ。わわわわ、かんちゃん、まな板。あ、これはね、さっききゅうり切っただけやから、これをあらかじめ切って置いといたから大丈夫。かぼちゃはあのこの綿と種のところから傷みやすいんで、買ってきたらなるべく早めに乾燥してますけど、ああそういうこともある。なぜそこに捨てんの種くんかな。いや基本的にあまりフードロットは出さない派なんですけど、このかぼちゃの種は結構ね手間かかるんで、もう捨てます。混ぜてくださいね。牛肉作ってんの。おいえい。
かるか。豚からね、いい油が染み出すんで。で、時間があんまないときは、ちょっとちっちゃめに切ると火の通りがいい。今日は1センチ角ぐらいにしようかなと。あ、豚にいい感じに火が通ってきましたね。そしたらここで、豆板醤。これを。小さじ1なんですが、これちょっと辛いんで、3分の2ぐらい。あ、味噌汁、あれ、火入れてください。混ぜる？混ぜてください。お願いします。これで先に肉に下味をつける感じにしておく。今回はナスを入れるので、ナスはすごく油を吸収するんですよ。なのでナスに吸わせて仕上げていくという混乱です。かぼちゃがいい感じになったので、かぼちゃいい、めっちゃかぼちゃやな。あ、めっちゃかぼちゃです。はい、めっちゃかぼちゃ。どうぞ。生ごとにこんなん入ってたか。ナスイン。エリンギかしめじかどっちがいい？エリンギ。エリンギ。はい、エリンギ。で、こうして油をなじませる感じにすると。時折混ぜてね。うん、だいぶいい感じに馴染んできたんで、これちょっとかぼちゃなかなか火通り悪そうなんで、ここでお酒を、酒を大さじ1。みりん大さじ2。ちょっと酒があんまり主張しすぎたらあれかなと思ったので、酒をちょっと今日は半分で加えてみました。で、こうして混ぜて蒸し焼きっぽく一変してみます。ここでね、蓋。ちょっとかぼちゃ硬いんで、これで火通します。一遍よいしょ、ドーンとこう、ちょっとご愛嬌。こういう時は、我が家は一押しキムチです。これ好きなんですね。この酸味と旨味のバランスがちょうどいいなと。ちょいちょいっとこう混ぜて、で、隠すと。こうして。これだけで豪華な一品に見えるからね。美味しいよね、これね。うん、こうすると。こんなもんかな。で、ここに後で海苔を刻んでかけると。二品完成。そして、これどうかな。だいぶいい感じになってきたな。ちょっと火強め。ニラか小松菜かどっちがいい？小松菜。小松菜、はい。オーダー小松菜入りました。小松菜。小松菜は洗って。洗います。で、この根元にこう縦に包丁を、根元にね、縦に包丁を入れるんですわ。普通こうして根元捨てるけど、ちょっともったいないんで、こうすれば OK なんです。だから根元はしっかり洗ってね。で、根元の方からおよよんと
めっちゃ美味しそう。こっからはスピード勝負。ガラスープの素小さじ1。メガシェフオイスターソース、これを大さじ2ぐらい。もう深いね。スプーンで測るとスプーンにこびりつくからもったいないやん。もうだいぶ入ったな。片栗粉大さじ1に水 300cc ぐらいをこう溶かして、はい、ドバーッとしっかり混ぜて、ガバーッとで火を通していくと、あんかかってきます。で最後に胡椒をひいてスパイシーにして、それがトロッとしたら完成。もうなんかトロッとしてきたぞ。そうそう、それ水溶き片栗粉の方がね。へえ。おへえって思ってくれる。なるほど。じゃん、できました。まあご紹介しましょうかね。こんな感じに出来上がりました。きゅうりのと昆布の塩麹和え、冷ややっこキムチのせ、我が家の麻婆丼、味噌汁、リュウ茶、やりましたね。それでは早速いただいてみたいと思います。いただきます。味噌汁ホッとするわ。うん、美味しい。美味しいか。食べてて美味しいよ。おお、りゅうちゃんの混ぜ混ぜしたこれやからね。いただきます。うん、うん、あのちゃんとあの豆板醤ってピリ辛でマーボーって感じになってるし、結構辛いで、うん、そうやね、うん、あれ小さじ1とか入れるとちょっと辛すぎるから、うん、半分から3分の2ぐらい小さじの、うん、うん、辛ってなるやろ、うん、オイスターも多めで美味しいやろちょうど、うん、このトロトロになったナスとこのかぼちゃでちょうど甘さが中和されて、うん、大成功。いい感じで、これも昆布もほどけてきてね、うん、これを時間差で先にちょっとあえておくのがポイントですね。よろしければぜひお試しください。材料はあの豆腐にしてもいいし、あるものでいいと思います。こらピリ辛、夏にぴったり。それでは皆さん、また。